はい、こんにちは、高校数学から始めるソフトウェア無線超入門、今回は第7回設計とは未来予測であるということで始めていきたいと思います。この動画シリーズではですね、このピコスタック SDR というソフトウェアラジオですね、これの動作を理解することを最終目標としています。でこれの設計データはただいま公開してますので、もしご興味ありましたら作ってみてください。この動画は主催がデジキーとマルツェレック、協賛がアナログデバイセス、企画が ZEP エンジニアリングとなっております。で今回はですね、設計の核心は微分方程式なんだと、もうこれだけとにかくお伝えしたいと思います。で流れとしてはですね、設計って何でしょうって話から入るんですけど、我々エンジニアのお仕事、設計っていうのは作る前から製品の未来を知ること、本当にこれだけなんですよね。でそのため我々は未来予測っていうのをしなきゃいけないんですけど、そのためのキーワードとして線形、もうこれからも線形ってめちゃくちゃいっぱい出てくるんですけど、この線形のお話したいと思います。で実際にですね、この微分係数っていう、まあ、これまたいわゆる微分の話ですね、キーワードが出てくるんですけど、これを使うと未来予測がちゃんとできるんですよ。あ、本当だ、できるねっていう感覚に、皆様なっていただきたいなと思います。で最後にですね、微分方程式と物理法則ということで、もう本当に極端な話、全てのエンジニアさんは微分方程式のお世話になってるんですよと、まあ、自覚してるかしてないかは置いといて、絶対皆さんこれ使ってるはずなんですね。で、まあ、そういう話、まとめていきたいと思います。さて結局ですね、我々エンジニアが、まあ、これこの動画をご覧になってる方、まあ、ソフトウェア無線を設計したいっていうのが一応本筋なんですけど、そうじゃなくてもロボットだとか、まあ、他の電気回路だとか、何でしょう、コンピューターソフトウェア、まあ、何でも結構なんですけど、いろいろ設計をしたいなという時にですね、結局設計っていうのは未来の挙動を予測する作業なんですね。例えばですよ、電気回路だったら電源ポチッとオンする、オンした後ですね、どんな電圧が出力されるんですか、あるいは回路の内部状態、ここの電圧何ボルトになってて、その後どんな風に変化するんですかっていうことを、もう電源入れる前から設計者は分かってる、分かってなきゃいけないわけですよね。これ未来予知じゃないですか。ロボット設計する方、はい、まだロボット動いていません、じゃあこの後ワンステップ1ステップ進みましたと、じゃあその進んだ後姿勢はどうなってるんですか、位置はどうなってるんですかっていうことを設計するっていうことは、それを計算かなんかによって分かってるわけですね。つまりまだ起こっていない、作ってもいない段階でその出来上がって動いた後の未来を予測しているっていうことですよね。なんでそういった意味で設計とは未来予測だというふうに表現しています。じゃあどんな感じで予測するかって話なんですけど、このグラフみたいにですね、もう電源入れた後ずっと一定ですよと、要は動きませんみたいな話だったら、これ簡単に未来予測できるわけですね。常に一定だったらこれ変化しないんで、未来永劫この値ですと、まあ、5V だったら 5V、1センチ進んだところで止まってんだったらもうずっと何もしなければ1センチのところにいますみたいな話で、まあ、これ難しくないですよね。でこれはまあ、難しくないんであんまり我々手を焼かないわけですね。電気回路でいうと、中学校で習うんですか、いわゆる DC ですよね。直流回路っていうのはこういうイメージなわけですね。もう簡単な算数で解けちゃうと。一方で実際我々エンジニアは変化するものを扱うわけですね。でこれは未来予測しづらいですよね。こうぐんにゃぐんにゃって、もしこんな風に変わっちゃったら、いやこの後どうなっちゃうのっていうのは、まあ簡単にはイメージできないと思います。じゃあ変化するものどうやって扱いましょうか、どう設計しましょうか、ここに次考えがいくわけですよね。で未来を予測する時のキーワードとしてですね、この線形っていう言葉があります。こんな状態ちょっとイメージしていただきましょう。
1分後、2分後、3分後、それぞれですね、人が、まあ、一定の速さで歩いているようなイメージ、ちょっと持っていただきたいんですけど、1分後、100メートル先にいました。2分後、200メートル先にいました。3分後、300メートル先にいました。はい。で、今3分後だとしましょう。今ここ。じゃあ、この後4分経ったら、この人どこにいますかって聞かれたら、なんとなく予想できますよね。未来予測できますよね。いや、400メートルどこでしょう。なりますよね。これですね。時間に対する位置の変化率が一定、つまりこれ直線だから、まっすぐだから、我々人間は未来の位置を予測できたわけですね。はい。一方でこっちどうでしょう。1分後、なんか300メートルまでガーってこう走っていったと思ったら、なんか戻るんですって、その後2分後。で、3分後もっと戻ると。でもなんかまた今度、こっちに向かって走り出したみたいな動きをするような、まあなんかちっちゃい子供が暴れてるみたいなイメージでいいかもしれないんですけど、こういう動きをする、要は変化率が常に変わるような動きっていうのは未来の位置非常に予測しづらいですね。で、この左と右の違いは何かって言ったら、グラフがまっすぐか曲がってるかっていう話じゃないですか。なんで本質はですね、変化率、まあこれグラフの傾きのことですけど、変化率が一定、まっすぐだったら簡単に我々は未来を予測できるわけですね。で、こういうふうに変化率が一定であることを線形、リニアと言います。まあ、グラフが棒みたいにまっすぐだからっていう、それだけですね。で、逆に、ぐんにゃぐんにゃ曲がってるこちらは非線形、まあそのまんまですね。非線形って言いますと。我々エンジニアが未来予測するときのキーワードが線形っていう言葉なんですね。リニアかどうか。で、ここで微分っていうテクニックが出てくるわけですね。あの微分そのものは後でもうちょっと丁寧にお話ししますけど、微分って何ですか？高校数学で習うあれの本質って何ですかと聞かれたら、一言で言うと、無理やり線形に見せかけるテクニックなんですよ。線形だと嬉しいですよね、我々。線形だったら未来予測できるから嬉しいじゃないですか。で、非線形なやつが相手でも、なんかこう、わからないですけど、関数のグラフ y イコール fx っていう、まあ、知らない波形があったとしますね。これ非線形なんですけど、この非常にこのミクロなこのエリアだけ局所的にガバーってもう限りなくこう拡大すると、微小空間を拡大するとほとんどまっすぐ線形に見えますよね。そんな気がしますよね、ここだけ見れば。で、この局所的な微分係数のことを元の波形が fx っていう関数で表されてるなら、まあ、関数の話また今度するんですけど、まあ、この fx でこの波の形の名前だと思ってください。関数の名前なんで波の形の名前つけて、それ fx って呼んでるんだと思ってください。その波の形のどんな形かわかんないですよ。各場所における局所的なこの傾きのことをf'x って書くんですよ。で、それを微分係数って読むんですよっていうのが、まあ、いわゆる高校数学で習う微分の話でしたよね。何が嬉しいかっていうと、線形に見せかけられる、限りなく拡大すればですよ。ドアップにすればってことですよ。なんで、まとめるとですね、微小な区間に注目してあげれば、どんなグラフも線形っぽく見えますよね。これが嬉しい。だから、何でもかんでも線形に近似しちゃえばいい。本当は線形じゃないですよね。曲がっちゃってるんですけど、近似すれば非常に我々エンジニアにとっては得なことだらけ、メリットだらけだからそうしましょう。それが微分の本質です。だからもう感づかれてると思うんですけど、エンジニアにとって微分っていうのはもうこれ以上ない武器なんですよ。これを使わないで設計するってことはもうありえないですよね。他に手段ないわけですから。逆に線形に近似してしまえばもうこっちのものなわけですね。あ、この後ここら辺に飛ぶでしょっていうのがもう見えるから。本当、工学ってこれだけなんですよ。もっと言えば物理学の基本的な技も細かく区切って微分するっていう、まあそれしかやってないんですよね。まあそれはまた後でゆっくりお話ししたいなと思っています。じゃあ、わかったと。微分が大事なのがわかったと。じゃあそれで線形近似して我々は何をしたいんだっけっていう、これを忘れちゃいけないわけですね。我々エンジニアの最終目標は、はい、対象、電気回路の出力波形でもいいですよ、ロボットの動きでも何でも結構です。
その波形を予測しきることですよね。で、まあ、今ソフトウェア無線の話してるんで、一応電気回路、電子回路を例に出しますけど、なんか電子回路がありますよ。で、そこからなんか出力信号が出てますよ。はい。で、時間に対して、なんかうにょうにょっていう波形が出ると。これを完全に予測しきる。予測しきるというよりは、自分が欲しい信号の通りに完全に作り込むっていうのが、我々エンジニアのお仕事、設計ですよね。なんで、まあ、普通0秒になった瞬間に電源オン、スイッチオン、パシーンってありますね。で、そこからこう波形が出てきますよと。その時に、はい、1秒後は電圧何ボ、2秒後は電圧何ボですか、そして任意の X 秒後の波形、電圧は何ボですかっていうのをダダダダダダつないでいったら波形ができるわけですね。つまり、どの瞬間の電圧ももう俺は全部わかってるんだっていうふうにするのがエンジニアリングなわけですね。これをやりたい。全部の波形を知りたいんですよ。で、どうするのか。それが積分というテクニックなんですね。まあ、積分のその数学的なお話自体は、またおいおい詳しくお話ししたいんですけれど、これ、各点の傾きの情報から元の波形。この波形というのは、まあ、本当に我々が設計したい設計対象の挙動を表す波形ってことですね。それを再構築する作業が積分と呼ばれてるんだ、これだけちょっと頭に入れていただけたらなと思います。具体的にちょっとやってみましょう。まずですね、大前提としてこんなことを仮定します。仮定、すべての場所で傾き、要はいわゆる微分係数ってやつですよね、 F'X が分かっているとします。はい、なんでか知らないけど分かってると。ちょっとそういうふうに思ってください。で、この F'X 傾きの情報から元々というか、まあ我々知らないんですよね。この関数 FX っていうのが、その対象の強度を表すこんなこう、うにょうにょっていう波形だとすると、それ自体をこれから我々は設計によって作り込みたいわけなんですけど、その傾きだけはなぜか分かってる。まあ、これちゃんと現実にこういうことあり得るんですけど、まあ、そういう状況をイメージしていただきたいと。具体的には、まあ、例えばこれ非常に簡単な例だと F'X 傾きは〇〇〇ですよ、なんか適当な数式で表せますよっていう、こんな式を我々は持ってます。これをもとに元の波形 FX を作るっていうことをちょっとやってみたいわけですね。で、まずですね、横軸、まあこれ今 X って引いてますけど、まあロボットの場合だったら何でしょう、ワンステップずつ進んでいく位置とか変位、あるいはまあ電気回路だったら時間軸みたいなものを何かイメージしていただければと思うんですけど、はい、まず初期状態、電源オンした直後ってことですね。なんか適当に X0 っていうタイミングか何か置いたとします。で、この時の値、波形の値ですね。FX0 っていうのはこれは我々知ってるとします。いわゆる初期値ってやつですね。初期値我々知ってます。なぜか。それは我々エンジニアが設計者だからです。設計してるわけですね。最初はここから始めるよっていうのは、最初だけは決められるわけですね。で、そっからスタートして、どんな波形を構築するのかっていうのを我々は未来予測、すなわち設計したいと思ってるわけです。はい、どうするか。で、ここで仮定した通りですね。この我々、こっから始まってどんな傾きで打ち出すのか、この打ち出す角度の情報は持ってるわけですね。で、ここら辺だってなったと。そしたらですね、適当にデルタ X っていう幅だけ進みましょう。はい、デルタ X 進んで X1 になりましたと。この時の波形は、この時の値はいくつですか？いわゆる FX1 っていう値ですね。これ、簡単に求められますよね。最初の初期値 FX0 に傾き分かってるわけですから、初期状態の傾き F'X0 かける横方向の幅、進んだデルタ X かけてあげれば、ここからどれだけ上がったかっていうのが分かりますよね。これ掛け算してあげると、このワンステップ進んだ X1 っていう、まあ、位置かタイミングか分かんないですけど、ここにおける値が求まると。で、続いて、はい。我々すべての場所における傾き分かってるので、またこの X1 における傾きもどれくらいかな、どれくらいの角度で次打ち出そうかなっていうのも知ってるんですよね。知ってると仮定してるわけですね。で、
はい、この角度でしたと。で、また例によってデルタ X だけ進んで、さらにワンステップ進みました。X2 という場所での値、これも分かるわけですね。X2 における値、FX2 は、一歩前、ワンステップ前の値、FX1、ここから、こんだけの角度でこんだけ進みました。つまり、ワンステップ前の傾き、F'X1 かけることのデルタ X 進んだ分ですね。で、この要は、前のステップからの変化分を足してあげれば、この X2 における値が分かるわけですね。っていうのを、どん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 前のステップから傾きと横幅足してあげて、次のステップにおける値、どんどこどんどこって、どんどんこの形を作っていけるわけですね。これが、いわゆる傾きの情報から元の波形を再構築するっていう作業なんですけど、これ今、幅が広いですね。広いんで、なんか精度がすごい荒いな、精度悪いなって思われるかもしれないんですけど、これガーって狭めれば、デルタ X を狭めていけば、こうパパパパパパって細かく点が打てますよね。そうすると非常に精度のいい波形が得られるっていうのはイメージできると思います。まあ、それがまさに積分なんですね。この、ワンステップごとに傾きかける移動幅、つまり F'X かけるデルタ X っていうのを、どん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 足していくと波形を作れますよ。まあ、いわゆる積分の操作に相当する作業をやってあげれれば、この欲しかった元の波形、これから何が起こるかっていう未来予測に使う波形が得られる。これが我々エンジニアが行う設計そのものなんですね。じゃあ、まあ、それは分かったと。それは分かったんですけど、前のページで大前提として、すべての場所で傾き分かってる。その過程は何？我々設計する現場で満たされるのか。ここですよね、次気になるのは。ちゃんとあるんですね。それが物理法則というやつです。F'X イコール〇〇〇のように、要は微分係数を表す式。この微分を含む方程式ってことですよね。この微分を含む方程式のことを、まあ、そのまんまのお名前、微分方程式と呼びます。で、我々が使うロボットの挙動、要はパーツが力学的にどう動くのかとか、電気的な電場とか磁場、電圧とか電流がどう動くのかっていうような自然現象を表す微分方程式は物理法則としてまとめられていて、要は本屋さんに行くと物理の教科書に全部載ってるわけですね。で、まあ代表的なやつ、まあご存知かもしれませんけれど、例えば物体の運動に関するやつ、要はロボットとか設計するならもうこれだけでいけるわけですね。ニュートンの運動方程式ありますね。md2xdt2=f と、要はあの質量と、力、その大きさによって物の動き方、加速度は決まりますよって、これ立派な微分方程式ですよね。あとは電気回路設計するのはもうほとんどこのマクスウェル方程式だけで話が済みます。電場と磁場に関する微分方程式ですね。で、この三角形の記号、これあのナブラって言いますけれど、まあ、この中にあの微分の記号が入っているので、これ4本合わせてマクスウェル方程式って言いますけれど、4本ともこれ立派な微分方程式なわけですね。で、ちょっとした電気回路とかロボットを作るのであれば、まあ、発揮士ってこの2つの微分方程式の合わせ技で何ともなります。ということでですね、我々はもう微分方程式持ってるわけですね。物理法則っていう形で知ってたんですね。なのでこれを使えば、前のページでお話ししたその積分の手法、要はこの微分方程式を使って各点の傾きをどん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 こうつなぎ合わせていくっていう方式で波形を構築できちゃうわけですね。物体の動き、電圧電流の挙動、全部未来予測できちゃうって言ってるんですね。ということでですね、微分方程式こそ我々エンジニアが設計をするときの拠り所なんですね。これ以外に信用できるものってのはないわけです。ということでですね、ここまで出てきたお話、ちょっとまとめますね。我々エンジニアが設計するということは、まだ起こっていない未来、まだ進んでいない場所に対して、じゃあこの後電源入れたらどう進んでいくのかな、どんな電圧波形が出てくるのかなっていう未来の波形を構築する作業、あるいは作り込んでいく作業なわけですね。っていうのは、まあ、これはいわゆるこの積分の式で表されると。
もうエンジニアの設計っていうのは積分なんですね。で、そのために各点における傾きの情報が必要でしたと。で、これは我々持ってるわけですよ。微分方程式というですね、いわゆる物理法則をもう物理の教科書を読めば書いてあるんで、まあ、それを理解していればもうこれによりどころにして作っていけるわけですね。で、もう一個、各点における傾きを求める作業、これは逆に先に波形があって、その波形の、まあ、各場所の変異を線形近似して求める作業がいわゆる微分だったわけですね。だから言ってみれば微分というのは、まあ、一種の分析手法だというふうに言うことができます。で、最後、微分方程式、イメージとしては物理法則ですね。これを元にして波形全体、グラフ全体を構築する作業が、まあ、くどいですけど、これが積分であると。まさにエンジニアのお仕事、設計、未来予測というのがこの積分に相当するわけですね。ということでですね、まあ、設計とはもう微分積分っていうお話、もう数学の微積分学と切り離せないんだっていうことを、まあ、今回強調してお話ししましたけれど、じゃあ他にどんな数学、どんな物理学が必要なんだっていうことですね、次回はですね、そんな話をちょっとしてみようと思います。ということで、エレクトロニクスに関わるですね、数学、そして物理、そして工学の全体像をですね、ちょっと眺めてみましょうということをやります。電気電子工学分野の理論の地図というのを次回ですね、お送りしたいと思います。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆様こんにちは、デジキーの山下です。今回はデジキーのオンラインコミュニティフォーラム、テックフォーラムをご紹介します。テックフォーラムはエレクトロニクスの原理に関する質問からトラブルシューティングまで、さまざまなトピックに関する知識を共有し解決するためのオンラインコミュニティフォーラムです。テックフォーラムのカテゴリーは大きく分けて、よくある質問、技術的なヒント、部品品場、クロスリファレンスの4つがあります。ご質問があれば各カテゴリーのアーカイブから最適な解決方法をすぐに探せます。アーカイブで回答が見つからない場合、新しいトピックを作成し、デジキーのエンジニアやフォーラムのメンバーから問題解決のヒントや解決方法を入手できます。テックフォーラムのご利用には、マイデジキーへの無料登録が必要です。登録後は、ログインするだけで必要なサポートをご利用いただけます。お困りのことがあれば、クイックスタートガイドをご覧ください。皆様のご利用をお待ちしております。